ガチゴルルール説明。今回のルールはダブルスベストボールマッチ。各チーム2人ともそれぞれの球を打ち、各ホールごとにスコアの良い選手の球を記録するマッチプレイ。4ホール合計で決着をつけます。勝利チームには番組特製ガチゴルゴールドメダルが授与されます。さあ、それでは、前回に引き続きまして、はい、ジュニアのお二人に、今日も参加していただきます。はい、まずはレイカちゃんチーム、アビコ大輔くん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、改めてもう素晴らしいショットと、なんといってもアプローチ、素晴らしいのが出てましたね。まあ、前回もアプローチとパターが得意だって言ってて、レイカちゃんもあそこまで上手いと思ってなかったですね。本当に、はい、ね、びっくりしました。ね、もう本当にもう OK なところまで絶対アプローチ持っていける実力があって、ちなみに栃木県の代表にはなったことがあるんだよ ね、じゃあもうあの同世代の人たちも見てると思うし、ちなみに大輔君は将来はプロゴルファー。プロゴルファー、誰みたいなプロゴルファーになりたいですか？松山選手。ああ、もう一回言ってもらっていい？誰みたいなプロゴルファーになりたいですか？松山選手。あ、じゃあここちょっと見てみて。あ、おい1個だけ待って。あ、金子よしさん。ちなみにあの大輔君はどんなプロゴルファー、誰みたいなプロゴルファー？金子選手。おろ、素晴らしいですね。ちょっと限界があるよ、そこだと。まあ、敵だからね、ここ言わせんじゃないよ、本当に。まあ、今日も素晴らしいね、はい、アプローチ、ね、それからパターンも見せていただきたいと思いますので、頑張っていただきたいと思います。なんせ前回は負けてしまった。はい、またルール変更でどうなるかっていうのも楽しみにしてるので、頑張ってください。さあ、そして、続いて、中継さんチームは、田中すなりちゃんでございます。よろしくお願いします。します。すなりちゃんって素敵なね、あの清澄の澄に南、に里、なんか素敵な名前ですけど、これなんて、なんですなりちゃんの、お父さんがインドネシアで、インドネシア語、インドネシアのハーフになるんですね。はい、お母さんが日本人で、はい、スナリちゃんの、このスナリってはどういう意味？インドネシアでお祭りがあって、飾りが風になびいて、なんか音色がっていうね。まあ、2人で今お母さんから聞いたやつをちゃんと説明してるところなんですけども。でもいい名前ですね。うん、素敵な名前だね。はい、でスナリちゃんはあの選手も長いパットも決めたし、ね、もうますますこう調子が上がってるところだと思います。なので、中継さん的にもすごく心強いパートナー、心強いです、ですんでね、はい、今日はもうレイカちゃんがちょっと悔しい思いをしてるみたいなんで、お二チームともまたちょっとルール変更して頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のバトルの舞台はアザミコース5番ホール503ヤードパー5、右ドッグのロングホール。距離を稼ぐなら左から、安全を狙うならセンターから右を、3打目は打ち上げなのでしっかりと攻めましょう。さあ、今回はアザミの5番ホールからスタートでございますね。はい、ルールをちょっと変更させていただきます。はい、ルールは今度はあの4ボールといって、みんなプレーします、それぞれ。はい、でチームで良い方のスコア同士のマッチプレー、例えばパーとバーディーだったら、バーディーの方がそのチームのスコアになります。はい、分かりました。はい、じゃあこれはもう全員自分のボールでやっていくということですね。はい、さあ、それでは大輔君からいきましょう。はい、ナイスショー、完璧だね。これはいい球だったな。うわ、ナイス。あら、出てこないな、今日は。今日は出てこないでしょ。左のキックが、まあ、ラフがね、まあ、ラフがね、深いんで、はい、はい、前じゃあ前行きましょう。さあ、それではすなりちゃん行きましょう。はい、はい、
ちょっとヒール、はい、うん、いいとこだけどね、出てきましたね、うん、はい、ナイスミスってやつだな、うん、じゃあレイカちゃんいきましょう、はい、うん、うん、完璧。いきます。これいい球。ありがとうございます。 OK、 ナイス。しかし大輔くんのドライバーっていうのは飛ぶね。飛ばない、あれで飛ばない方。でも中学生って考えたらね、十分でしょ。中学生って今はあれ身長今の今だよね、うん、まだこれから伸びていったらね、飛距離も上がっていくだろうし。え、中学生だと、うん、これぐらいが平均で、少し身長これぐらいって言っちゃダメだけど、どう学校では真ん中ぐらい、うん、じゃあこれから伸びていったらますます飛ぶようになっていくだろうし、ちょっと手前だったけど大丈夫でしょう、うん、フェアウェイ、だ本当はやっぱりスプーンでやっぱり打てるようにならないと、やっぱ次の距離が、うん、だからフェアウェイとユーティリティもスプーンもやっぱ得意にならないと、やっぱね、武器になるから、はい、うん、さあそれでは大輔くんの2打目。超えて、超える？超えたでしょ。ああ跳ねて左に落ちてバンカーに入っちゃったかな。大丈夫大丈夫、次短いから、うん、今のスイング的にはどう？レイカ、いや全然、うん、私はいいと思うんですけど、うん、多分アングルが、うん、あのアドレス向きづらいかったから、狙ったところ、はい、完璧、はい、ナイスです。木がそのクラブで打つとしてはどの方向なんですか。右からフック取ったわけで無理か、さすがにグワッと。でもチゲザここ何回かそれ成功してるんですよね。そう、いや下ほら雨降ってっからさ、パワー取ってくれるよね。さあ技見せてもらいましょう。あら落としてないよ。もうちょっと左から右から攻めたかったところですか。早めに抜けたでしょ。うん、抜けましたけど、いやもっと右から吹く、もっとこっちからのイメージだったんです、うん、ちょっと、まあ、足場がねちょっと無理やりだったね今。あ、もう上げようとしなくていいからね、傾斜なりにスイングしてて。ゴー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 、ゴー、あーちょっと弱いか、惜しい、悪くないけどな、うん、何番、9番 P です。あ、 P はちょっときついわ、うん、やっぱり118で上りで125のアゲンストだから135見なきゃ、うん、あ、うん、あ、ダフったこれ、ああ、あ、ピンチ、ああ、まずい、
うまい。うまい。うまいね。あら、完璧。ナイス。ありがとうございます。バンカーから打ったとは思えない。思えない。ね、ナイス。どうぞ。いや、レイカちゃんだいぶ気が楽になったね。はい、相手は2人とも、ね、乗ってません。はい、そう、どうだろう、ちょっと右、ちょっと右、うん、かな。ちょっとこのホールはいけそうだね。いけそう。え、もうこの方式になった瞬間、うん、ちょっとやる気出てきた。あー、ダフた、また。ああ。いけ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 、うん、しょうがないな、もうどうもすいませんでした。すいませんでした。見事でしたね、うん、いやー、参った。あのバンカーからです。はい、ありがとうございます。レイカちゃんのボールの強化がもうこれ必要ないんです。ありがとう。ナイス。今のはしょうがないな。いや、すごい。いや、あれはすごかったね。いや、本当にすごい。いや、バンカーから。すごい感性が。うん。